ちは、ダンドラです。はい、エレンです。ありがとうございます。はい、対戦どうかやりましょう。一応ダークオーダーのカードを使おうということで、はい、そうですよ。アラロードとイカモノブイル、はい、そうです。技術を取らせてよかった。はい、まあ僕はね、これを使わないわけにはいかないということで、まあ、メタルゴーグルなどに活用何枚ウルレア入ってるんですかね。楽しみですね。よろしくお願いします。じゃあよろしくお願いござる。はい、お願いします。ナッシュビルローデットダス、最初はゴーグルデッキです、はい、金色のゴーグルデッキ。最初はグッジャンケンポイ先行で。しゃい、わかりました。まあ、7いいですよ。来た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 。じゃあ、はい、よろしくお願いします。お願いします。よいしょ。ああ、いいっすね。はい、じゃあ1枚いきます。どうぞ。よいしょ。なるほど。じゃあまずはこちらから、はい、ネスボールでおこのポケモンベンチに出します。はい、うん。メタモンプリズムスターを、まずはメタモンプリズムスター、まずはメタモンプリズムスターをまでいじります。はい、ベンチに出しまして、ここ使いますね。ミステリートレジャー使います。はい、手札1枚ドラッシュで、うん、超ポケモン持ってきます。はい、持ってくるのが前にアロベタなんで、ここはそうですね、まずはイカモノを食っていきましょうと。なるほど。はい、アロベタで置いてで、はい、いいっすよ。よいしょ。この状態で、そうですね、ここは後ろのメタモンにこだれを巻きつけてから、はいはいはい、まあ、悪くないですね。悪くないですね。ここも出しておきましょう。ネスボールで、はいはいはい、はい、タネボタンを打ち出します。まあまあ、まあ、ここはヤブクロに出しました。いや、あのヤブクロが山に何枚あるかが見物がね。いけますよ。あ、まだいける。はい、あ、もう陣内です。お願いします。はい、で、エネオ、そうですね、これは後ろのヤブクロンで、はい、はい、貼って、これで終了で1枚いきます。はい、どうぞ。はい、まずはハイパーボールから、はい、捨てるのは1枚ちょっと嫌だけど、グズマとマットの次2枚ですね、グズマとよしよしよし、こっちがね、こっちはグッズの枚数重要なんでね。あれちょっと待てよ、ずいぶん舐めた真似してくれるじゃねえか。切り替えてこう、切り替えてこう。メタモンプリズムスター回収で、はい、元からこっち回収する予定でして、強がり強がり、はい、お願いします。いやー、いたずらにナスナスの火力を上げてしまった。はい、メタモンプリズムスター出します。はい、で、一旦これで終了。大丈夫ですか。ここ1枚引きます。よいしょ。なるほど。そしたらやれることからやっていく。ハイパーボールで、はい、2枚、はい、はい、トラッシュしてここ、カプテテフ GX を手札に加えて、そのままベンチに出します。はい、アンダータッチで、ハンドがこれとこれなんでイリエク、はい、なるほど。ここでお願いします。まあ、初手じゃないだけますかね。どうぞ。で、根は後ろのメタモンプリズムスターに、はい、基本超エネルギーつけまして、いいで使います。1枚なんで、5枚いきます。はい、1、2、3、5と。あー、なかなか回っていらっしゃる。5、はい、で、ここからやるのがこっちですね。ハイパーボール、はい、これ使ってまずは1回目からやっていきましょう。はい、何でも食っていけ。はい、と、はい、はい、特性ですかね。何に加えて進化、はい、特性イカモノブイで、はい、上から6枚見てグッズを好きなところにします。失礼します。あんまいい気はしないな。5、6、はい、さーて、2枚ぐらい、あんま1枚で欲しい、持ってきたい。1、2、3、4、5、6。おお、なるほど。じゃあ、こことここ、おお、2枚か。切れたな。結構、いやでも結構落とされたな。そう、結構落ちましたね。嫌だな。はい、どうぞ。はい、いや、まあそうね、序盤にね、こうやって準備させるの結構きついんですよ。そうですね、4枚すぎない。で、じゃ あメタモンプリズムスターを出す出す、はい、進化させて、一応使っておきましょう。毒の息、コインが表だったら相手を毒にする。はい、ちょっと問題ですね。はい、よいしょ。表、表で、じゃあ毒で、毒でお願いします。で、10段目して、はい、この毒が試合を左右することになろうとは、この時は知る由もなかった。あーと、いやー、もうガンガンやっていくか。ガンガン行こうぜ、行こうぜ。コマタナを切り札に進化します。はい、で、原野に貼って、はい、手札何枚、手札2枚です。2枚か、でも持つしかない。ジョッチマンで、ジョッチマンで、はい、お金を忘れてもらって、はい、
お互いに高めあった。僕もハンドにジャッジ回ったんですよ。次使うと思ってたんで。お互い様ですな。あと、まあ、もう一回いける。もう一回いける。もう一回いける。ちょっともう一回お付き合いいただいていいですかね。なんとなくさした。ゾロは出して、はい、ちょっと待って、ね、ここ使っとく。まあ。もう一回破れかぶで使います。はい。だから目に出した時、お互いに、ですね、山札を見てください。同じ番にジャッジマンとマジ。本当に破れかぶれって感じですね。良くなったのか悪くなったのか。よし。が、頑張れる。こっちの空は前からいたんで、ゾラクジックスに進化します。はい。で、取引で。はい。捨てるカードは、こっちだね。コマタマでした。コマタマ捨て、2枚引きます。はい。シュッシュッ。かー、くそ、止まってしまった。止まってしまった。このまま終了で大丈夫です。前に貼っとくのが必要。はい。どうぞ。はい。1枚引きます。よいしょ。なるほどね。そして、ただ、うちのカプテテフちゃんもちょっと怖いんですが、スタジアム張り替えましょう。今しめのほこらで。GXCX にポケモンチェックで1個つなげます。お互いにタイムリミットが。で、前のアドラペトレーターには呪いの札を使いましょう。はい、はい、これは後ろのヤブクロン出す進化で、白なる。よいしょと、なるほどね。したんだ、ここ。ここだから、そのまま終わります。はい。はい。時間です。チェックで、1個と、で、6個。ダメガンダリュウさんの1枚引きます。はい。あー、そうそうなんですよね。一旦遅いですかな。オフダウゼエクソ、それだったらアロベトに進化しといてくれよ。アロベトになると悪になっちゃうんで、そうそうなんです、ね。オフダ効かないんですよね。はい、そうなんですよ。キリッキさんに、鋼エネルギーを手配します。はい。とりあえずポケポ、逃げにゼロに逃げます。はい。そうなの。キーさん、よいしょ、出して、はい、で、そうですね、ドラクの特定取引使います、はい、白の捨て2枚、どうぞ、あー、なるほどね、なるほど、そうですね、このまま技使います、じゃあ1点付きで、はい、こいつにダメかな、持ってないなら90ダメージするからね、120で帰結させます120で、はい、帰結しますね、とお札でしたはい、超ポケモンが帰結したんで、ダメか4個、相手のポケモンに好きなように乗せます、はい、ゾロアーク今200残り残り200ですね、なるほど、じゃあ、切り刻ん1個はい、切り刻ん1個はい、ここに3つ残り分かりました、お願いしますはい、残り3つで、ホコラのダメージはい、はい、受けて20だと1個上げるあれで、50で、これで最後1枚取って終了ですねはい、1枚引きます、はい、ヤブクロンベンチで、はいはいはい、前はこれで殴れるんでヤブクロンにレインボーエネルギーはい、了解です1個、ダメから抜けて、レスキュータンカーではいトラッシュからこの感じなんでアローラベトベターを1枚手札に加えてそのままベンチに出しますよいしょで、この状態で、ジャッジマンでジャッジマンごめんああこれは貼っていいでしょうはい呪いのお札も出してじゃあゴミナダル使いますグッズの枚数かける20ダメージ80ダメージで抵抗込み60ダメージですねイエスすごつえなポケモンチェックはいどうかじゃあ行きますはいゾロはゾラクジェクスに進化しますはい進化して1回目、こっちかな取引使いますはいどうぞうつやがそのレクチャー捨てて、2枚回すハイパーボールではいハシマキとメタルゴーグルおめっちゃグッズ落としやん、そうなんですよでマグカルゴ回収しますはいで、メタモンプリズムスターはマグカルゴに進化しますはいで特製地ならしでこっちを山札の上に持ってきます。はい。で、カットお願いします。はい。はい、行きます。で、上を置いて、で、取引使います。はい。コマタナ捨てて2枚。というか、そうですね。フィールドブラーで、ホラと呪いの札をトラッシュ。はい。やべ、どんどんグッズ捨てちゃってるけど。大丈夫ですか？ったかもな。まあでも、まあただダメージは出ないんですけど、このまま技打ちます。はい。点付きでダメが乗ってるんで30ダメージですね。はい。じゃあ終了です。了解です。ここらはもうないから大丈夫。はい。1枚いきます。なるほど、ここは、僕ね、知ってるんですよ。僕ね。
そのゆでっきはね、一番ね、嫌なカードはマグカルゴなんですよね。クズまでマグカルゴを入れます。で、なるほど、前にダスダスを出します、はいはい、じゃあこの状態で、ダスダスのゴミナダル使います。1、2、3、4、5、7、8、167、1、10、あー、最後1枚。あー、なるほど。ヤギオル、ヤギオル、ヤギオル、キビキさんがちょっと脳なしになっちゃったんでそらからで回収してあげてください。あー、そういう、2個玉貼ります。はい、で、白まで、トリティック使います。はい、手札から捨てるは鋼の弓で、これで2枚引きます。あー、はいはいはい、小刀も1匹ベンチに出して、はい、ここでそうっすね、これ以上使う意味がないので、じゃあこのまま技使います、はい、ライオットビート、6匹分で120で引きさせます。はい、ちょっと、はい、じゃあダストダストでダストですね。ただ、枚数的にはまだ落ちはしないかな。1、2、3、4、5、6、7、8に160、手込み140ダメージ、140、なるほど、ツーパンですね、1枚いきます。そしたら頑張って火力を上げに行きましょう。ここでここなんで、セレビープリズムスターをベンチに出します。で、ミスティートレジャー使って手札を1枚出し、はい、して対象なしで大丈夫です。対象なし、はい、で、はい、バンカットお願いします。はい、で、ここでどっち使うかなんですけど、こっちかな、リリレー、はい、1、2、3、4、5枚いきます。はい、よいしょ。はい、1、2、3、4、5枚。お、強いカード引いた。マジか。ムキムキダンベルを出すのにつけます。あー、厄介だな。これで耐久を少し増やしてはいはい、はい、上げて、上げて、30乗ってるんで、ギリギリ耐える。120だと。そう、120だと。原野とかなければ。じゃあこの状態で、ゴミナダル使います。はい、1、2、3、4、5、6、7、8枚あるんで、160のデコで140、140ダメージ、140ダメタンが足りない140ダメージ。あ、じゃあ僕自分の方自分の使うんで。あ、了解です。じゃあちょっと入れ替えします。はい、はい、すいません。はい、OK です。140ダメージだね。はい、で1枚引きます。どうぞ。はい、ダメタンだ、いいと思います。あー、そう、原野を確定でサーチしてくる手段がないとスタジアム確定はなかなかね。アセロラ使います。ここ、ゾロアクジ X 手札に回収で、あー、めんどくせえ回収で、で、カップコケ、これ、はい、ちょっとこれでバラ任せてください。なるほど、はい、2個玉貼ります。回り回って、はい、回り回って、で取引もね、今使うと火力が、相手の火力が上がっちゃうんで使いたくないんです。はい、なんで、じゃあ回転飛行で、はい、全員20ダメージ、ここ50了解です。地味に嫌なことしますね1枚引きます。はい、よいしょ。はい、ハンドがこれで、180で、ね、9枚今8枚か160ダメージ、140出せばここは落ちると。140だと10残る60か。あそのためのグッズ、トラッシュ系よ。なるほど。そう、ハイパーボール使います。はい、トラッシュは、こことここで。なるほど。で、イカホロゲイと、もらってくるのがアロベットちゃんでいいですよね。はい、はい、ロベットです。で、確認します。はい、で、これを、アローダルトリカシーナーさせて、イカモグします。久々に宣言してください。じゃあ、6枚どうぞ。はい、失礼します。よいしょ。1、2、3、4、5、6、おほーん、なしです。なし、よっしゃよっしゃ、ここのなしはまずいですよ。よっしゃ。いやどうするか、やるかじゃあレインボーエネルギーをセレビープリズムスターにつけて、はい、グズマ使います。でしょ。あ、一緒。うわぁ、逃げ根みんな軽いんですね。そうです、軽いです。じゃあ、小刀で。小刀、はい、で、うちはセレブで。うわぁ、うわぁ、やりたいことはやっております。これでワンパン火力まで持っていければ締めたもんって感じなんでね。はい、じゃあ時の歪み使います。どうぞ。進化しているポケモン好きなだけ選んで退化させます。はい、アロベットとアロベットを退化です。はい、ここはそのままでね、選べるのは強いですね。終了で、お願いします。あと、ゾラはゾラクジックスに進化します。はい、進化してくと、ちょっとあんまりやりたくないんだけど、アセロラで、切り刻み回収します。はい、よいしょ。
集して、で、前の小松菜切り刻みにします。ああ、いいですね。で、鋼につけて、で、あとここ小松菜は、まだ出さなくていいかな。じゃあ、この状態で、1点突きで、はい、120ダメージ出させます。出します。はい、で、作業1枚でしょう。はい。終了です。はい、110ですね、HP が。なるほど、130で。ああ、なるほど、ダスト出しても返しで殴られる危険性はあるんですね。どうしようかなぁ。まあ、しょうがないか。ダスト出すから、はい。お願いします。1枚いきます。どうぞ。よいしょ。こだわり鉢巻きが僕なので、アロタベトルテッカーシンカで、カンナビ使います。はい、失礼します。3-4-5-6。グッズもほとんど手札にあるんじゃないかですね。ちょっとは残ってんじゃないないです。お、よし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 。じゃあ、もう一回。もう一回。はい。1枚ぐらい食えるやろ。はい。はい、そして、1-3-4-5-6。はい。1-3-4-5。ほんと入ってないんじゃないの、そこ。諸説ありますね。セレビーさんは何のために時をかけたのでしょうか。はい、じゃあリーディで、ね、あーまあ、1-2-3-4-5-6枚いきます、はい、1-2-3-4-5-6と、はいはい、じゃあ技使います、はい、ゴミなだれでさすがに気絶するよね。2-4-8-160のテープ140気絶しますね。はい、はい、1枚、はい、まあ、一旦呼吸ここからかな。はい、で1枚引きます。どうぞ。こっちか。手札にね、手札に鉄はね、いっぱいですね。小股のベンチ出します。はい、で出して、で、コケコじゃ逃げます。はい、逃げて、そうですね、ゾロワークからかな。ゾロワーク出して、はい、そうですね、ダブル無色エネルギーつけて、これ積んでる臭いな。なんで、手札で特性ワンアタック使います。はい、これで、そうですね、グズマを回収しておきましょうか。はい、で、カットお願いします。はい、カットします。よいしょ。はい、はい、で、これで、ライオットビート120ダメージで、合計170ですかね。はい、出ますね。はい、です。で、再利用します。じゃあ、終了で。はい、ヤブクロンちゃんから出します。はい、1枚いきます。はい、前をこっちからかな。で、スケタンから使います。はい、ダストダスヤブクロン、もう一枚ダサダサですね。はい、OK です。ここを、戻します。はい、戻しまして、よいしょ。とねえ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 ストボール、ねえねえねえストボール、とここを打ち出します。はい、よいしょ。で、ハイパーボール使って、なるほど、こことここですよね。はい、はい、ラッシュしてポケモン1枚持ってきます。なるほど、なるほど。カットお願いします。はい、4枚。4枚。削り削ってって感じ。これで前を、はい、進化させます。ジャッジまで。ジャッジマン、サポ使ってないっすよ、ね、まだ使ってない。はい、大丈夫ですね。まだ残ってんのか、ジャッジマン。ジャッジマン一応入ってますよ。そう、何枚入ってんだろうね。やるわ。いや、トップグズマン引けば OK。 はい、まあまあ取引もあるね。そうっすね。これやったらエルスアートで山田2枚になるね。もうそろそろ、まあでも最後に2枚出せます。そうですね。はい、で、技使います。ゴミなだれで、1-2-3-4-5-6-7-8 枚あるので、8-160足す8枚込み190、はい、で、抵抗で170ダメージですね。はい、170。1枚引きます。どうぞ。ちらくわーくわー。一旦取引使います。はい、ゾロアート席2枚どうぞ。して、まだまだそうですね、もう一回取引使います。はい、ここで捨てるのがゾロアート捨てます。はい、で2枚。はっ引けないと。引けない。引けない。引けないとなると、まあしょうがないですね。じゃあ小刀にメタルゴーグルをつけて、やっと出ましたね。最終兵器、最終兵器とは限らない。最終兵器とは限らない。そうですね、ゾロアークにニコ玉もつけておきます。はい、よいしょ。で、この状態で、もうこのまま殴りに行きます。はい、ライオットビートで120で切り刺させます。はい、します。1枚セテフ。そっか、残り数120か。そうなんですよ。絶妙なんやな。なるほど、そうなるとセテフが出せないと。はい、
じゃあ矢袋のダスト1枚引きます、はい、よいしょ貼って、はいはいはい、1個乗って2個玉ついてるんですよね。そう、まあ、しょうがないですね、はい、進化して、ゴミなだれで倒します。最後2枚ワンテンポやな。まあそうですね。せっかくなんでじゃあこっちからはい1枚引きます。じゃあ切り刻み進化して絵に貼って、じゃあ1点ずつ120ダメージで発射させます。はい、最後はなんかそれっぽいですね、最後だけね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いやー危ねえ。いや手札にグッズがあってさ、取引使えなかったのかな。山にあるないと、そうね、イカモノフリは使えない、いい曲になりました。そうね。ありがとうございます。ありがとうございました。